はい、どうも皆さんこんにちは。海辺の工務店気ままチャンネル S クラフトの新原です。さあ今日はね Vlog 行ってみたいと思います。この間、間取り考察動画第60弾っていうのを出しました。でも60まで来るとね、よく打ち合わせするお客様にも言われるんですけど、もう間取り動画がありすぎて過去のやつを探すのが大変だと。そりゃそうなんですよね。ということでこれから間取り考察動画ダイジェスト版っていうのを作っていきます。10坪以下の間取りシリーズ、15坪以下の間取りシリーズみたいな感じである程度凝縮して、でちょっと紹介していこうかなと思ってます。それのダイジェスト版ができると、ダイジェスト見てもらって、ああそうそうこの間取りが見たかったんだってなれば、その過去のねちゃんとリンクを貼っとくので、この動画を改めてきちんと見るみたいな感じで進めることができると。でこれは、これから家を建てたいっていう方だけじゃなくて、これからこの S クラフトに加盟してくれる工務店さんに向けてもっていうところなんです。というのも本当に毎週ですね、今日とかもだったらしいんですけど、やっぱり全国からコンパクトハウスを建てたいんだけどっていう相談がね、毎週何件か必ずあるんですよ。で電話であったりとかメールであったり、やっぱり静岡とか九州とか神奈川、埼玉、茨城、その辺は今結構問い合わせが来てて、でもまだ今はそのエリアに加盟店さんがね出てこない。これ何ですかね、本当にちょっとね不思議なんですよ。建てたいっていう方がいらっしゃるのに、そこに建築屋さんがまだ出てこないと。ということはこの YouTube チャンネルやっぱりまだ見てないし、もしかしたらそのコンパクトハウスっていう事業に魅力を感じてない建築屋さんもたくさんいるのかもしれない。でもこれからはコンパクトハウス、本当にもう7坪とか6坪とか、それこそ50代の方に向けてとか、高齢者の方に向けてとか、もしくは20代一人暮らしとか、いろんなコンセプトがあると思うんですね。その辺をしっかりとこう発信していけると、他の建築屋さん、ハウスメーカーでは取り扱っていないコンセプト住宅、さらに建物の性能もしっかりですよね。真夏でも暑くならない、外壁はもうオプションなんだけど、30年以上ノーメンテナンスの S ウォール、これも選ぶことができるなんて機能がついてくると、他の会社さんがコンパクトハウスって今流行るんじゃん、じゃあこれ同じの作ろうって言っても絶対に同じ建物にはならないと。その辺で S クラフトのコンパクトハウスっていうのはもうすでに、ね、結構大きな差別化を図ってはいるんですね。でこの間取り動画を見た方が、いやこのナンバーの建てたいんだけどみたいな感じでご相談来ると。でも現実的には加盟店さんはまだいないと。でも今すでにもう数社ね加盟店決まってまして、でやっぱりそういった方たちと自分面談するんですよ。この間も新潟行ったし、今日は福島から帰ってきたと。でいろんな方とこうお話しすると、やっぱなんていうんだろう、行動が早い人って常にこういろんなところにアンテナ張ってます。でアンテナ張ってて、このコンパクトハウスが絶対いけるとかそういうんじゃなくて、今までにないこの住宅ニーズの中でこういったものを発信していけるっていう、ちょっとどうなるかわからないけどいけるだろう、伸びていくんだろうっていうところで加盟をしてくださると。だからこれから家を建てたいっていう人は、住宅市場全体でいうとどうしても減っていくんですよね。その所得の問題ももちろんあるし、税金の問題もあるし、光熱費の問題もあるし、ただそう言っても建てる人は必ずいると。じゃあその時に選ばれるためにはどんな住宅を提案できるかっていうところで、工務店さん側もこれから結構大変にはなってくるんですよね。その中でこの S クラフトが提案している、あまりにも小さいんだけど開放感がある平屋、これをうまくこのチャンネルだけじゃなくて加盟店さんもどんどん発信してってくれると、倍増倍増っていう形で発信量増えるじゃないですか。そうなると建てたいと思う人はもっともっと増えてくるだろうし、初めてそこに来た時に、あここね加盟してみようかなって思うのかもしれないですね。で
今回はその間取り考察動画ダイジェストについて少しだけねちょっとお話ししようと思うんですけど、今までその過去間取り考察動画60本出してます。この間も1本出しました。で、間取り考察動画って当然なんですけど、今後もどんどん増えていっちゃうんですよ。で、これを見てる方はその過去の間取り考察動画もう60本もあって、どれがいいかもう分かんないと。過去にこれ見た時に、あ、このナンバーのいいねと思ったんだけど、もう60本もあると埋もれてっちゃって探すのが大変だと。で、本当だったらこの再生リストっていう一覧が出るんで、そこから見てもらうのもいいんですけど、そんな手間をね取らせずに、そのダイジェストっていうのを、まあ、3本ぐらいかな作って、で、その中でその今まで間取り考察動画で作ってきたものを建物の大きさごとに分類して、で、少しダイジェストとしてその建物を説明しながら、その概要欄にこの間取りは、この動画はこちらですという形に振ってきます。そうすると、まあ、これからね10坪ぐらいの建てたいなと思っている方は、そのダイジェストの10坪のところを見てもらえば、すぐその元々の動画を見ることができるし、これから加盟しようとしている方とか、まあ、同業者の方もそういう間取りのダイジェストがあると非常に選びやすくなると。何より自分がお客様と打ち合わせするときに、お客様は45番の間取りの平屋がねなんていうお話するんですよ。で、自分はそれでも分かんない、何番かどうだったかっていうのを覚えてないんで、自分自身もそのダイジェストを見ることですぐお客様とねこう打ち合わせが進められると。ちょっと今どんな感じになってるのか少しだけお見せします。こういった形で一覧でね、その建物の大きさごとにまとめてみると結構見やすいじゃないですか。で、改めてこうやって見比べていくと、あ、こういうのもあったんだねとなりますよね。全部を全部皆さん見てるわけじゃないんで。だから本当にいいとこだけかいつまんでちょっと紹介していこうと。あとはこの、まあ、コンパクトハウスについて、まあ、今までもその建物の性能とかある程度の仕様も話してると思うんですよ。ただもっといろいろ聞きたいっていうところもあると思うんですね。特にいわゆるその標準仕様みたいなところ、これに関しては今までちゃんと説明してきてないんです。で、一つ一つの価格もコメントで結構聞かれるんですよ。これいくらですかって。で、それに関してはコメント上ではお答えしてないです。価格は公表してない。じゃあ実際建てたいと思った時に、検討した時にどうするかっていうと、やはり皆さんメールでね、もしくは電話で問い合わせをいただくと。で、その時に概算で、まあ、この建物だったらいくらぐらいからですよと、それは総額でね、こういうお話をすると、いや建物の価格をねちゃんと動画の中で説明しろよっていう声もあると思うんですけど、まあ、それを公表することで特にメリットがないんですよね。メリットがない、安いだ高いだっていうコメントが入るだけなので。で、しかもそういうコメントをねこれから立てようかなっていう人が見ると、その高い安いっていうのはそれは個人の価値観なんで、これの大きさでこの空間の広さでこの性能だったらまあ安い価格相応なんじゃないかなと思う人も結構いるわけで、なのであえて価格は公表しないと。まあ、さらに言うと、今こういろんなエリアを回ってて、やっぱり価格帯って違うんですね。同じ住宅を建てるにしても建築コストも違うし、輸送費だって違うわけですよ。なので一概にじゃあこの10坪建てるからいくらなんだっていうのは言えないんですよね。エリアによって変わってくると。ただその S クラフト○○店っていうところで建てる建物の標準仕様っていうのは共通です。どこで建ててもそこは共通、オプションでいろいろ選べるっていう感じになりますね。これからこのコンパクトハウスを建てたいなと思う方は、過去のその間取り考察動画60本、まあ、これをダイジェストでまとめますけど、その中から自分が建てたいと思う、まあ、理想に近い何番っていうのを選んでいただいて、それを問い合わせしてください。この何番のを建てたいんだけど、もしくは今こういう土地がすでにあるんだけど何番のって入りますかねみたいな感じで問い合わせいただくと、打ち合わせめっちゃ早いです。
一からプラン作るわけじゃなくて、いただいた敷地のデータにその間取りの間取り動画で出ている建物をこうすぐ CG で落とすことができる。そうするとくる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 回して、この土地にこの建物を置くとこういう感じのレイアウトになりますよっていうのがすぐできます。なので打ち合わせスピードが速くなる。当然そうすると建築のスタートも速くなる、引き渡しも速くなるというのがこのコンパクトハウスの企画プランですね。セミオーダープランとも言うんですけど、ベースの間取り動画を選んでいただいて、それを多少カスタマイズして進めると。今回の Vlog、 8月から S クラフト〇〇店という形でいろいろな加盟店さんが動いていきます。そして皆さんが建てたいと思う近くのエリアにねできるかもしれない。そうすればこの間取り考察動画でこれ建てたいなと思ってたのが建てられる、だんだんそういう風になっていきます。今後もっと増やしていきますので、皆さんもねぜひ応援してください。そしてこれを見ている同業者の方、ちょっとでも気になったら概要欄のリンククリックしてみてください。またね、間取り考察動画に関してはどんどんアップしていきますので、今後ともお願いします。